勝、フライ級決勝に上り詰めた両選手の紹介です。フライ級の決勝8回戦を行います。赤コーナー、日本フライ級に111番の大倉所属、田村智美。青コーナー、日本最中6位、111番の4分の1、日本所属、川野紀一。A 級ボクサー賞金トーナメントフライ級の決勝であります。赤コーナーが大倉ジムの田村智則、日本フライ級2位、そして青コーナーが川名紀一、日本フライ級6位。この日本フライ級2位と6位の対戦であります。裁くレフリーが内田正和、ジャッジ手崎宏之、島川武史、この3者によって裁かれます。さあこの田村智則、平成元年度の東日本新人王、予選から決勝まで全てノックアウトで上り詰めたこの田村智則がこの A 級ボクサー賞金トーナメント、どんな試合を見せますか。さあ第1ラウンド開始、試合開始のゴングが鳴りました。白いトランクスに黒いベルトラインと、そしてサイドライン、こちらが赤コーナーの田村智則、21歳であります。戦績が16戦して14勝2敗 11KO、 現在6連勝、そして3連続ノックアウト中であります。そして一方の青コーナーの川野紀一は今日は黒いトランクスであります。日東ジム、本名は川野紀一、規則の則に1という字を書きますが、川野紀一、こちらがリングネーム、岩尾和書くのがこのリングネームであります。昭和37年生まれの29歳。おっといきなり赤コーナー田村の思い一パンチが飛びました。昭和60年にデビューしまして15戦7勝7敗1引き分けであります。さあサウスポースタイルに構えている川野紀一、黒いトランクス、そして赤コーナーの田村智則はオーソドックススタイルから右のパンチを繰り出してまいります。現在6連勝中の田村智則。さて岩内さん、はい、この田村がですね、平成元年度の東日本新人王、予選から決勝まで全部ノックアウトで、そうですね、素晴らしい試合をやりました。新人王の時は最優秀を取りましたしね、はい、センスのあるいいボクサーだなと思ったんですけどね、最近何かね力に頼るようなボクシングをやりだしたんですよね。そうですか、それがちょっと気になったんですけどね、今日あたりまだそれは出していないませんけどね、この立ち上がりを見る限りこの田村の、ボクシング、まずは無難な立ち上がりを見せているということですか。そうですね、右のストレート、サウスポーに対しての右のストレート、はい、うまく使うような試合を見せてますね。そうですか、はい。さあ一方の川野紀一の方は29歳、しかし戦績は15戦であります。と言いますのはこの3年間のブランクがこの川野紀一、画面左側黒いトランクス、こちらの方には3年間のブランクがあります。この A 級ボクサー賞金トーナメント久々の復帰と、いうことになるわけであります。さあこの川野にとってもこの復帰戦、A 級ボクサー賞金トーナメント優勝で飾りたいところでありますが、今日の相手は14勝 11KO の田村智則であります。さあ立ち上がり第1ラウンド、すでに1分を切りました。45秒になっています。右を出しながら、これサウスポースタイルとオーソドックススタイルでちょっとなかなか噛み合いにくいかもしれませんね、矢部さんね。はい、さあ田村君ですね、右のストレートを楽に決めてますよね、力は入れてないですね。そうですか、はい、左を返します。川名、しかし思い切った右のストレートを伸ばしていく赤コーナーの田村であります。今度は接近戦であります。残り時間がもう15秒を切りました。田村君ね、はい、右ストレートが当たると思ってどんどん行くでしょう。そうすると相手の左がちょっと不注意になるんですよね。そうですか。相手 の左をもらっちゃう時があるんです。なるほど、それ気をつけなきゃいけませんね、はい。しかしもうすでに青コーナー川名の鼻からは血が噴き出しております。第1ラウンド放送席、八尾さんの採点は10対9と差がつきました。赤コーナーの田村が取っています。
赤コーナーの田村智則、大倉ジム、日本フライ級の2位であります。戦績は先ほどもご紹介しましたが、16戦しまして14勝2敗 11KO、 現在6連勝中、そして3連続ノックアウトを続けております。平成元年度の東日本新人王。そしてこちらが青コーナーの川名則和、日本フライ級の6位であります。昭和37年生まれの29歳、昭和60年の4月にデビューしまして15戦7勝7敗1引き分け、3つのノックアウト勝ちが含まれております。この川名則和と、そして赤コーナー田村智則、この2人が A 級ボクサー賞金トーナメントフライ級の決勝に上り詰めてまいりました。さあ第2ラウンド開始のゴンが鳴りました。まずは1ポイント田村が第1ラウンドでリードを奪いました。八木戸さん、はい、まあ、攻めも非常に右ストレート伸びてますし、第1ラウンドの田村の動き、ね、はい、今のところはそんな力を入れてという感じは見受けられないですね、楽に右ストレート伸ばしてますね、はい、あ、そうですか。何か一発打たれるとカーッとなってしまうという、ね、ところがあるそうなんで ね、 打つときに、ね、はい、打つぞーというような感じで打つんですよね。ですからカーナ君みたいに速い選手は左のストレートパーンと打ってきますからね、はい、これは十分気をつけなきゃいけないですね。なるほど。あ、今の左のストレート、さっき和島さんがおっしゃった今左のストレートですね。そうですよね、あれはね、相手が右がね、はい、よく当たると相手が調子に乗ってくると、あの左怖いんですよね、ちょっとこれは序盤戦からどうやら打ち合いになりそうな、そんな気配も見えております。まあ、どちらかというと川原選手の方が、打っては離れというアウトボクシングが吉さん得意な選手ですよね。ですけど、カウンター打てますからね。カウンター打てますね、はい、まあ、それとね、はい、田村君って打たれて脆い選手ですからね。ああ、そうですか、あまり強くないですからね、はい、そのあたりはこの川野典和も、言っておりまして、試合を見て弱点はどこか見えましたかというふうに聞きますと、ちょっと打たれ弱いんじゃないかなというふうな気がしてます。ただ僕もそうなんですけどというふうに本人は、それは確かにありますね、手法目まじりに言ってましたけれども、はい、まあ、どちらにしても自分よりも全ての上で相手は上だと思いますというふうに青コーナー黒いトランクスの川名は言っています。まあ、スピードもあるし、まあ、今日のポスターにも大きく写真が出てるし、と僕が勝てるのはキャリアだけですというふうに川名選手は言っておりましたが、まあ、そういった弱気のコメントとは裏腹に、和島さん、なかなか今の右のあるいは左のストレート思い切って川野さん出してますよね。ああ今の右、ね、あ、左左、川野の数の左、田村智則たまらずダウン、田村ダウンを奪われました。6連勝中の田村、第2ラウンドダウンを奪われた。さあ川野の数、3年間のブランクをものともしないか。いやー、さあ一気にこれはチャンスか。29歳川野が21歳若い田村を追い詰めるか。いやー、八内さん、はい、いいタイミング入りましたが、いい左入りましたね、はい、さあちょっと第1ラウンドは劣勢だったこの川名、そうはさせじベテランの意地があるのか。あ、左左フック、左フック、さあここはチャンスか、一気に行くのか。まだ残り時間が20秒あります。第2ラウンドまだ20秒ある。ここは相手を見るのか。左ストレート、和島さんが指摘されたあの左ストレートがぐんぐん伸びます。右のボディを打ちました。アコーナー川名田村、第2ラウンド残り時間がほとんどありません。ここでゴンが鳴りました。第2ラウンド終了、10対8もちろんダウンを奪ったこの青コーナー川名が取っています。さあ第2ラウンドダウンを奪ったこの川名、これね、左ストレートに2つ打ってるんですよね。左ストレート、1つ打って、その後また当たらなくても当たってももう1回打ってる、はい、その2つ目で倒してるんですね。フォローしている、はい、しかし和島さん、はい、おっしゃっていたね、気をつけなきゃいけないよというふうにおっしゃった左ストレート、ね、やっぱり田村君が右がちょっといいんでね、ちょっとこう相手の左をこうポッとこう忘れるところあるんじゃないですかね。あ、なるほど。それでまた川野君の方がやっぱり年が年ですから、人生の経験でなるほどちょんちょんちょんっていう感じですよね。そうですか、はい、さあ第3ラウンドが始まりました。一体この試合どうなるのか全く予想がつきません。放送席、八重さんの採点は第1ラウンド赤コーナー田村が取りました。
10対9でありました。そして第2ラウンド、青コーナーの川名がダウンを奪いまして10対8、ポイントを奪い返して、さあこの第3ラウンドは一体どんな動きを見せるのか。今度は接近戦になろうとしております。田村君はね、パンチあるんですからね、相手のパンチの当たる危険なところへ行って、はい、自分もあの相打ちであの相手の左と右とね、はい、相打ちをするぐらいのつもりで行っていいと思うんですよね。あ、なるほど、そうですか。ここはしかし距離を取る。あ、そしてそのパンチ、左右のパンチが非常に小気味よく出ていきます。ちょっと田村が、あ、右ストレート出しました。左、かなり矢内さんパンチをもらい始めてますか、第2ラウンドからね。そうですね、この辺りの動きはどうなんでしょうか。川名君のね、思い切りがいいということなんですよ。思い切りがいい、その思い切りにね、ちょっと川名君はあれっていう感じなんですよね。あ、そうですか、はい。この A 級トーナメントは3回目の出場であります。昭和61年に行われたこの A 級ボクサー賞金トーナメント第1回大会にもこの川名則和は出場しております。その時の相手は三郷ジムの横澤健二でありました。その時は判定で敗れています。今回は花形ジムの方清 TKO、 角海老宝石の小林を判定で下し決勝進出を果たしました。さあこの川名が現在売り出し中、6連勝中、3連続ノックアウト中というこの平成元年度東日本新人王田村智則を圧倒するのか。もう早くも1回のダウンを奪っている青コーナー、黒いトランクスの川名則和、日東ジムであります。サウスポースタイルから繰り出される左ストレートが小気味よく決まっております。田村君はね、あの川名君に自分の右をね、忘れさせるぐらいね、左でどん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 あの攻めた方がいいんですよね。これでポッと出したやつがあれっていう感じで当たりやすいんですよ。あ、そうですか。サウスポーには右が非常に有効ということで、田村君は右をあまりちょっとどこ使いすぎてるところありますね。あ、そうですか。ちょっとこのサウスポースタイルの川名の前に田村がなかなかこの持ち前のパンチ力を生かしきれないか。逆にこの川名の方のパンチのキレというのが非常にスピードがありますね。あの体の動きの突っ込みのスピードがありますよね、はい。やっぱり田原君はあっというあれっていう感じですからね、はい。さあしかし八重田さん、あのダウンを奪われてね、田村がどん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 このラウンド前に出ますね。そうですね、追っていきますけどね、川名君が足がありますからね、まあ、川名とすればこういったポイントを前半で取っておいて、あとは離れてボクシングをするという一番いい形になっているのかもしれません。第3ラウンド10秒を切りました。ほとんどの外し感がありません。さあ再び、あ、またラスラスダウン、ダウンを奪った、ダウンを奪った、ダウンを奪った。さあもう終了間際、終了間際ゴング寸前、ダウンを奪いました。さあここでファイティングポーズを取ればここでこのラウンド終了となりますが、あ、これラウンド終了、第3ラウンド終了間際、また川名がダウンを奪いました。さあ先ほど終了間際のもつれ合いながらでしたが、八田さんこれ一発目ね、外れてるんですよね、当たってないんです。この次当たるんですよね、今のが、一発目より二発目、三発目、あ、これですね、さっきからね、これもですね、2発目、はい、3発目の方がよく当たってるんですよね。あ、なるほど、はい、同じパンチをね、相手に2回も3回も食うってことはね、警戒はしてるけども避けられないんですよね。なるほどね、そういうもんなんですよ。あのストレートの来た後今度は右のフックが来るかなと、そういう気持ちがあるんでしょうかね。そうなんですね、しかし今この川名がその辺はうまいと言いますか、右をトリプルで持ってきますよね、はい、左を、はい、ベテランですよね、そうですね。あ、予想外といっては川名則和に怒られるかもしれませんが、いや、しかしこの第2ラウンド第3ラウンドあっという間に田村が2回もダウンを奪われました。この成績ではね、しょうがないって言いますか、川名君はそう言われてもしょうがないですよね。まあ、前線ですね、素晴らしいですね、そしてですね、3年間のブランクが八内さんこの選手はあったんですよね、あのね、弱い感じでね、打たれ弱い選手だったんですよ、そうですね、コメントも弱気なコメントが多いんですが、さあまた打ち合いになる。もうこうなったら田村は2つダウンを奪われてますので行くしかないという感じでガンガン前に出ますが、これをかわす川名であります。この A 級ボクサー賞金トーナメントで川名則和は復帰を果たして2連勝、そしてこの決勝に進出してまいりました。
与儀康雄との日本ストロー級のタイトル決定戦で敗れて以来、佐々木治、ロッキー凛と3連敗、自分の限界を感じてボクシングから離れました。あの時はもうグローブを見るのも嫌で、ボクシングテレビも見ませんでしたと、こう語っていた川野のりかず、なぜかわからないけどまた戻ってきてしまったと、やっぱりボクシングが好きなんでしょうか、もう1回だけと思ってこの A 級ボクサー賞金トーナメントに臨んだそうであります。その1回のチャンス、2連勝で掴んで決勝に進出。さあこの川名が29歳、もう一花咲かせるんでしょうか。さあしかし新鋭田村も負けてはいないか。さあまた追い詰める、川名が追い詰めるぞ、川名が追い詰める、赤コーナー、しかし負けじと田村もここで負けてはいられないか。しかしベテランの意地、ベテランの意地、川野和のパンチも出る。あいい試合ね、何かベテランの意地と新鋭の勢いと和島さん何かもう噛み合ってね、やはりね、川野君はね、人生の経験をね十二分にこの試合生かしてますね。はい、いやしかし青井さん、この川野の今日のボクシングは素晴らしいですね。迫力がすごいですよね、打ってきたものに対してね2回打つっていうね、それでもう一歩も退かないでしょ、どんどん打って逆に攻め込んでますからね。はい、まあしかし3年間のブランクと、そして田村の勢いから言えば赤コーナーの田村優勢かと思われたこの試合でありましたが、川南のりかす、川名君はね、はい、ダウン取っても、ダウン2回も取ったんですよ、ダウン取ってもどんどん攻めるというそのね、もう絶対後ろに下がったら守りになったらいけないということをよく知ってるんですね。あ、なるほどね、素晴らしいですよ、いやしかし、あ、また左ストレート、また左ストレート、右の服を返します、前に出てくる。まあこのカウンターに気をつけなきゃいけないというふうに田村も言っているわけでありますが、川名の左ストレート、出場のくじく左ストレートであります。第4ラウンド終了、このラウンドも青コーナー川名が取りました、10対9。さあ青コーナーの川名範和が俄然第2ラウンドから優勢に試合を進めています。2つのダウンを奪いました。カムバックした時は1つ負けたらやめようと思っていたそうでありますが、今度やめたらおそらくもう二度とはやらせてくれないだろうし、気の済むまでやりたいと思うと、頑張って3回目のタイトル挑戦を目指しますというふうに試合前、朝の計量の段階で語っていました。すごいね、この A 級ボクサー賞金トーナメントがまさしくこの川名にとってはラストチャンスであるわけであります。そのラストチャンスを見事に掴んでこの決勝に進出、その決勝でもこの川名らしさといいますか、素晴らしいボクシングをここまで見せています。さあ赤コーナーから何が起こっているのかわからないといったような表情で赤コーナー田村が出ていきます。田村は本当にここまで前半こんなはずじゃない、こんなはずじゃないとね、八幡さん、思いながら試合してるじゃないですか、これ、ただね、それとね、力と思って倒してやろうという感じで今度は来てますね、試合開始の時におっしゃってました。向きになってきてますね、そこはやはりカウンターで狙われてますね、まあ新人王の頃は非常にテクニック的にも良かったし、非常にうまい倒し方をしていたんだけども、ちょっと最近雑になってきたんだというふうにおっしゃってました、この辺がね、ガードが悪くなったことですね。なるほど、その例えば右がちょっとガードが下がる、そこに左のストレート、川名のストレートが入ってくる、ね、川名君はね、怖い怖いと思って下がりながらカウンターを狙ってるんですよね。なるほど、これが当たってるわけですよ、このカウンターね、得意の左のカウンターであります、ね、はい、左のストレートが当たってるんですよね、いい感じだね。さあしかし前に出る、前に出る、田村智則、こんなはずじゃない、田村智則、そう思いながらじりじりと前に出ていきます。16戦14勝 11KO、 現在6連勝中のこの田村、こんな気持ちじゃないと思いながら試合を進めているでしょう。田村君はね、はい、近づこうとするのにじわ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 いってるでしょう、あれやっぱパンチ怖いんですけども、入るときはスッと入らなきゃダメですよね。確かにそうですね、はい、じわ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 左手のパンチ下げに食ってるんですよね、はい、左が入った、また左が入った、またカウンター、左右、左から右を返して3回目のダウン、川名範和3回目のダウンを奪った。田村どうした、田村どうした、第5ラウンドこの段階ですでにこの試合3回目のダウン、
ベテラン川田の前に田村のパンチ力は空を切るのみであります。さあ川田コールが起こっている、田村コールも負けずに起こっている後楽園ホール。1分を切った、第5ラウンド1分を切った。左を伸ばす、左を伸ばす田村、しかし空を切る。そしてまた川田のパンチ、左完全に口を切っている赤コーナーの田村。さあ川田も第1ラウンド腹地を出していましたが今は止まっています。完全に川田が優勢に試合を進めている。さあ川田一気に決めるんでしょうか。第5ラウンド残り30になろうとしています。田村君のパンチが当たるとね、はい、川田君 の手がパッと止まりますよね。なるほど、やっぱり田村君パンチあるんですね。あるんですね。11KO の田村、 11KO の田村、さあその辺りを見せる左のアッパー。こんな形では終わりたくない田村智則、21歳、まだまだこれからのボクシング人生、こんなところで負けてはいられない。田村も意地を見せます、田村も意地を見せる。しかし川田もラストチャンスにかけている。残りほとんど時間がない。第5ラウンド10対8、ダウンを奪った川田がまたも取りました。さあまた再び先ほどのダウンシーンをスローでご覧いただきます。試合は終盤第6ラウンドに入ります。完全に川名優勢であります。あしかしさあ田村行くぞ、田村行く、あ見違えるように田村のラッシュだ。いきなり田村のラッシュ、第6ラウンドが始まって田村のラッシュだ。ダウンを奪った、ダウンを奪い返した。ものすごい試合になりました、ものすごい試合になりました。3回のダウンを奪われた田村が第6ラウンドついにダウンを奪い返した。逆転のノックアウト勝ちがなるのか。さあ田村行く第6ラウンド。さあここは田村のラウンドなのか。しかし田村もパンチを返します。さあ田村が接近戦から小さいパンチを小刻みに出します。さあいやー和島さん、すごい試合になりました、ね、これ田村君はすごいですよ。田村君のね、この若い勢いをね、もう手を出して受けてるということ、苦しいから、はい、アッパーフックダウン、またも田村がダウンを奪った。2回目のダウン、もうダウンは許されない。青コーナーの川田、もうダウンは許されない。さあ逆転のノックアウトか、逆転で7連勝を飾るのか。さあ田村が行くラストチャンスにかける、ラストチャンスにかける川田の意地は見られるのか。さあ田村か、そしてそれでも川田か。あーと川田がグロッキー状態、止めました。青コーナー川田が敗れた。田村が逆転のノックアウト勝ち。A 級ボクサー賞金トーナメントフライ級の決勝はものすごい試合になりました。第2ラウンド、第3ラウンド、第5ラウンドと青コーナーの川名3回のダウンを奪いました。しかし第6ラウンド、このラウンドだけで3つのラウンド見事にお返し、この赤コーナーの田村智則が逆転のノックアウト勝ちでこの A 級ボクサー賞金トーナメント優勝。すごい試合を見せましたね、山本さん。いや本当ですね、しかしね、負けたとはいえね、川名君もよく頑張ってますよ。打ってますもんね、これ返してますもんね。カバーしてね、倒れますけどね、はい、この後打ちますからね、本当に川名も素晴らしいファイトを見せました。この川範一にも大きな拍手がこの後楽園ホールを送られています。そしてそれを上回ったその田村智則、若さ、パンチ力、見事な試合を見せました。それでは田村智則選手のインタビューをここでお願いしたいと思います。それではフライ級優勝の田村智則選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。
すごい試合になりましたね。ちょっと予想以上に体調が悪かったですからね。体調が悪かった、はい、相手の川野選手はベテランで今日もだいぶ苦しめられましたがいかがですか。今までの試合で一番しんどかったですね。けど一番いい勝ち方したんじゃないですか。自分としては何点つけられますか。自分としては100点満点で何点の試合でしょう。まあ精神力は100点だけどボクシングは10点ぐらいですね。これからどういうところが課題になるでしょうね。え、これからの課題というと何ですか。ガードじゃないですか。ガードもらいすぎて。でもそのガッツがあればきっともっと上のクラス狙っていけますね。そうですね。もうチャンスものにしたいのでもうこれから日本世界行きたいですね。わかりました。また期待してますのでありがとうございました。和島さん、はい、いや世界という言葉出ましたよ。素晴らしいですね。日本から東洋抜けて世界というのは素晴らしいよね。これは素晴らしい。まあしかし有田さん、はい、しかし本当に第6ラウンドすごいボクシング見せました。いや本当ですね、若さですね本当にね。これで田村智則7連勝そしてこのフライ級のトーナメント優勝を果たしたわけでありますが、さあ先ほどの1回目のダウンのスローが出ています。さあちょっと見てみましょうか。この辺もね川名が一生懸命このラストチャンスを生かそうと思ってね行くわけですが、そこをダウン、そしてこの後2度3度とこのラウンドダウンを重ねまして田村が逆転のノックアウト勝ちを果たしました。